はい、こんにちは。こんにちは、チャロマツです。マロです。今日はジョージさん、4月14日14ですね、金曜日になります。はい、4月14日というとね、もちろん皆さん思い出すと、ね、方もいらっしゃると思います。7年前のね、4月今日、9時、28分だったかな、48分、熊本地震が、ね、第1回目が起きまして、そして、まあ、翌日の、というか翌々日になるんですが、4月16日の、ね、はい、未明に、そうです、あ、早朝2時頃かな、夜中です。すごいね、私も熊本の朝の劇場にもうびっくりして、ね、部屋から真っ暗で出れなくなっちゃって、閉じ込められて。炭素が全部倒れちゃう。そうなんですね。私ともう一人ね、当時いた芸人が一人部屋から閉じ込められて出れなかったっていうことありましたね。ありました。7年ですよ。7年経ちました。本当にね、あっという間です。いや、今日そんなね、4月14日の金曜日に、はい、今日お客さん多かったですね。たくさんご来場いただきましてね、本当になんか、本当にありがとうございます。熊本市のあれね、応援してくれてますね、まだまだっていう、ね、そしてこれはあの熊本地震の時にね、川口湖のお菓子屋さんが復興支援に作っていただいたモンキーバナナですよ。ねえ、茶の松さん、今日は、ね、ここ数日でもたくさん売れてますね。いや、今日特にね、たくさんもう、はい、お買い求めていただいて、本当に皆さんね、変わらずになられたって、はい、本当にこうご支援をいただいてて、はい、ありがとうございます。はい、そして今日はね、4月14日というと、そう、7年前の3月にあの茶の松、まあ、まだ現あの、まあ、前の前のマサルっていうマサル君でデビューしました。舞台デビューしましたね、熊本の劇場で。いや、でもデビューして結局地震が起きちゃって、ね、でいろんなあのマサル時代もそう、もうその幼い時から復興活動でいろんなところに、ね、一番ね、確か君デビューしたの覚えてる？米子ですよ。しかも君の生まれた米子、鳥取県米子市ですね。米子のね、はい、あのあるお店のところでね、復興支援の、あの本当にあのパフォーマンスをやらさせてもらったのよく覚えてます。まだまだありがたいですね。あのやっぱコロナ禍もありまして、はい、本当に厳しい時代がありましたが、はい、でも私たちの喋りをずっとしてても面白くないので、喋、はい、りながら今日はまだまだ一杯たくさん、はい、Nさんが送ってくださった、はい、まだありますよ、トンガリコーンが、これも食べながら五郎さんへということで、まあ、まあ、ダイエット中なんで、あれ以降あまり食べてるのを見ても、はい、優しいから、五郎さん、マロに甘いから、そう、絶対マロ君に先にくれるんですよ。マロに甘い、マロちゃん、五郎さんに甘いまくるんだよね。マロはね、4代目の時からね、そう、すごく4代目のマロがすごい可愛がってくれて、でも俺はあの君にも相当甘いでしょ、ね、君にも相当やっぱりたくさん食べてるよね。そうだ ね, ね、だって会うたんびに皆さんがチョロマツが楽屋にいると思ったんで、またでかくなってチョロマツさん、いいから、ね、そんなにあの私にそれ言わなくて、たまにほらね、はい、チョロマツくんとオラオラオラ、ゴールデンウィークもね、向かいますから頑張ります。おー、丸くん、丸くんも今チョロマツ君にハプニングがあるじゃん、チョロマツ君にちょっとガツンと怒られました。今ピリッとしてますが、はい、頑張ります、はい、またよろしくお願いします。ぜひ、もうお待ちしております。マロとチョロマツ、そしてお猿のジョージでした。はい、ジョージも今日出演しました。劇場お待ちしてます。お待ちしてます。ありがとうございました。チョロちゃん、マル君、お疲れさん。お疲れさん。カスを食べるな。